お疲れ様です。今日はですねこちら LJ 枯渇やっていきたいと思います。ということで、枯渇デッキの、縦枠ですね。はい、ナイトだったりバルキリーだったり、最近だとゴルナイですか、あとマイティもいたりと、そういった縦枠の枠がね、はい、LJ になりましたよっていうことで、LJ ね、もう今の環境壊れなんでね、はい、もうどのデッキでも入れれますし、LJ ミラーするだけで勝てますということでね、そのエレジャイを、入れた枯渇今日やっていきたいと思います。やべー、じゃあ今日横に外役プレイヤーいるんですけど、気にせずね、見てくっす。じゃあこれ言ってんすよ。ちょっと今ね撮影中だと言ってないでしょ。誰だ一番言ってたやつ。マジこの掛け声やばいっすよ。コメント欄でパンケーキって言ってるって人いましたけど、うんちの方がもう多かったですもん。うんちの方が合ってるっすもん。よいしょ。さあということで、エレジャイデッキなんですけども、一旦枯渇で戦います。はい、で相手のエリテ出してもうエレジャイです。いきます。さあで今ね、なんとインスタとかね、ツイッターでは言ってるんですけど、どこで言ったかな、ベトナムにね、はい、遊びに来てます、私。もうただのプライベートですね。遊びオブ遊びで、ベトナムに来てまして、そう、面白いね、面白いっていうの失礼なのかな、どうなのか分かんないんですけど、ベトナム語をね、覚えました。そう。それちょっとね、後でまた言おうと思うんですけど、どんな意味かちょっとみんなにもね、考えていただきたいですね、一旦。ちょっとバレル飛ばして、カラのやらべ使った来た、ちょいよーい、ちょいよーい、え、ま、ちょよ、ええぐ、ワンファンなんだけど、あれ、メンタル折れました。これ終わりましたよ、これ。でも諦めましたよ。か電波、あれなんでなんで諦めんかったよ、それは。エレジャイでぶっ刺してます。エレジャイとゴブリバレル両方あるので、それがあるが、どっちが入ればねいいでしょうと。さあ大砲で守って、あとこれ守るだけなんで、やっぱ枯渇デッキってね、この相手のホバリング砲とか、あとマジックアーチャーとか、なんか4コスのね、なんか厄介なゾーンがあるわけですよ。マザネクとかね、そう、その辺がね、エリージャーいることで全部守れちゃいますね。それは入ってないです、多分遠くて、その声、うんちボイス入ってないですよ、うんちコール。さあ一旦耐えながらの、ちょっとだけ怖いですよ。左ソウルコール来てる。いや、うまい、うまいが、だがしかし俺もうまい。さあこれですね、スケドラとかをやっぱ枯渇的にきついんですけども、ここにね、謎のエレジャイクソ野郎、よいしょー、ちょいよー使い方もむちゃくちゃかもしんない。もうもうはーさおはようさおはやおはさよはー、何したっけ。もういや、マジでバカむずいんすよ、ベトナム語マジで全然覚えれない。乾杯コール、乾杯コール、そう、乾杯コールがあるんですよ。もはいばよ、もはいばよ、もはいばよですよ。はい、そんなんどうでもいいから早く食らわないと思うんですけど。いや、マッチング待ちなんですよ。あ、そうなん、厳しい。うんちコールいきますよ。来た、これさ、はい、これうんちにしか聞こえない、本当に。パンケーキとかって聞こえない、絶対。年寄りにはちょっとね、聞こえないかもしれない。そもそもさ、パンケーキって聞こえ、聞こえますよね、皆さん。聞こえますよ。いない、いなくない。僕、パンケーキだと思ってます。聞こえない、全く聞こえない。うんち。まあ、3回目が特にやばいっすよね。3回目はうんちだよ。うん。誰がどう聞いてもうんちです。なんかちょっと遠目に聞くとね、より、
よりそうなんですよね。そう、俺はって同じようなデッキ来たけど、墓石使ってポイズンなので、まあスケラだとして、あの、はい、端参りで終わりです。玄関今日はマジで簡単、端参りじゃレッツゴー。あれやばい、全然止まりそう。あーやばい、これこれやばいな、ちょやばい、ガチでやばい、これこれ本当にこれマジでちょよいっすよ、これこれやばいって、マジでマジちょよ、ちょよすぎ、ちょよすぎって言葉だってもう流行りそうだもん、流行らしてほしい、マジちょよ。さあ、いやーこれなんなんかロイジャイ、いやスケラだ、あーポイズンでした、スケラでしたね、これなんか俺も一回動画であげましたね。まあザッピー墓石でスケラポイズンでタルババなんで、これおタル使った、ヤンキーじゃないって、しかもポイズンたんだ、これさ突破できないんです相手、これ相手ドヤンです、ちょやーい、美味しいなこれ、しかも墓石使ったんで、エルジェファッキュー、レッツゴー。これさすがにきついぞ。まあトルネードがね、やっぱエルジェイだと欲しい気もするんですけども、まあ我慢せず。さあ、だいぶ入ってくんねえか。で、あれを、もう一回エルジェイで受けるか。しかも、フギアが入ってるからさ、俺。めっちゃくね、これなんかナイトとかバルキリーで受ける中で全部エルジェイでやっていけるから。よし。さあ、そしてこれ、まあ一周目一旦ポイズン使ってもらうか。で、逆、敵で飛ばして、飛ばして、樽を使わせてからのミラーとかって思ったんですけど、ミラーがない。ただこれ、エリジェイ出していけばなんとかなるな。よいしょ。さあ、大砲は、まあ、スケラ来たら出すか、端前スケブぐらいでもいい気もする。さあ、これは、耐えます。一旦ここ耐えてしまえば、マジで俺の勝ち。本気で。これ耐えたらさ、相手、これいきますよ、偽物のゴブリンバレルからの本物です、こっちが。これ強要してきたらうまい。はい、ぶっ刺さってもうはーせーよ、いやだこれうめえな。さあしっかり入れ試合で耐えて、だからもうこうなってきたらぶっちゃけゴブリンバレルミラーみたいなとこあるっすね。うん、やっぱダメージ取んねえから。よいしょ。さあウッドでエリジェイ面々してあげて、さあポイズン使う。さあこれエリジェイいらねえな今だけね、やっぱ対戦相手によって。おずれてずれて、エリジェイを使うのかどうか、えっからのこれ定位置でいいよ、変なとこにずれてないよね、終わりじゃね、裏が殴って殴って殴って、ちょいよーい、ちょよいは意味は何でしたっけ。本当はね、多分使い方僕良くないんですけど、あんまマジかよみたいな、やべえってそれみたいな、オムグンですみたいな感じです。はい、ふと出るね、お前マジかよみたいな、はい、なんでうーんちうーんち、おしかも相手の名前しみしみ、うんちしみてるみたいなやばい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、なんか恥ずかしくなってきちゃった、人生が疑われる疑われる配信ない、このチャンネル行かれるっすね。そうそう、いやでもこれ相手の名前悪くないですか、そんなことないですか、これさすがに僕が悪いですか、相手の名前ちょっとだってね連動しちゃってる。さあこれインドラが来るんですけど、インドラ以外だったら俺もう、わあいい位置の台風だな、おザッピー、これザッピー台風なんでしょうね、なんかスケルなんだけど、インドラ入ってんのかこれ、いやーインドラ入ってたら嫌ですね、でもザッピーベビーでもう一個がアイスイズかインとかでどちらかです。でトルネードなのでウッド系がないです、ってことはゴブリンバレルぶっ刺せる案件、ぶっ刺したいな、一旦トルネ警戒ですね、いやいいんじゃないこれ、しかもフキアも出してファイボ、ファイボのオーラスティアか、いや結構珍しい、延命してあげよう、よいしょ、よいしょ、おい
ナイス。まあボーラーベビーとかが厄介ですけど、相手なんか意外とエレジャイが止まんなさそう。え、ラバなんだ。え、やばくね、ラバにザッピー、ボーラー、大砲入ってんやね。えぐすぎーさ。これちょっとね、厄介というかめんどくさいっすよね、こういう相手は。まあでもファイブをもっと呪文なんだ。あー、うまいな、それも。ファイブだったんだ、これ早めに溶かして、吹き矢吹き矢。うわすごい、うわすごい。まあ、でもここ耐えると結構熱かったり、熱かったり済んちゃうっつって、いてー。さあ問題はこれ、お互いダメージが通らないのでいかに守るか。いや、ラバスキラーすごいな。いやでも相手やっぱゴブリンバレルきつそうだねこれ。いや結構良くて、そんなゴブリンバレルで勝てるぞ。ここをね処理したい。ここさえ処理できるとウッドとファイスピでなんとかなるはず。いやー、トルネードも持ってんのか。結局トルネファイボラは一発。いや、いいよ。さあこうなってくるとガチ渋、ガチ渋きた。お、ヤンキーヤンキーヤンキー、マジであるぞこれ。そう、いやー、このボーラーが入る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 、おっと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 、ずっとで、これゴブリンバレルも回すしか僕勝てないんで、鬼回し案件で、ファイブ打ってくるか。そう、ゴブリンバレル、これ攻めて、これ、相手絶対ファイブ打たないといけないんで、よし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 、あるぞあるぞあるぞ、マジで。それでか、頑張れ頑張れ、ファイスプファイスプファイスプ、おっきい、きた、ちょいよー、マジかよ、ガチちょいよ。いや、でかすぎー。いや、これマジでかいし、相手の敵やばくないなったこれ。さあ 10-0 でございます。ふざけてんなこれ。でもいや、すごいなね。いや、ちょっと怖かったですね。なんか怖かったですけども、まあ、相手の場合ちょっとうまかったですね。おい、パンケーキ、うんちうんち、やべえ。次から言いません、これ、このコール本気でやめます、忘れます。やっぱこれ口に出しちゃうとね、残っちゃうんだよね、なんか脳に良くないですよね、それが。ああ、いい防衛ですねこれも。よいしょ。さあ、エレジェイってね、意外とスケルトン部隊で結構解けちゃうんだよね、こんな感じで。さあ、大砲寄せてスケギン迫撃。ああ、これいらなかったな。多分ソウルコール打ちたかったっぽいけど、コストがなかったかな。コウモリ型か、あー、ウッド型か、ウッドの方、これちょっと珍しいですよ。ファイボットか、コウモリでやりこぶで、あー、コウモリやりこぶスケブの対空もこのやりこぶとコウモリだけですね。で、ファイボットのなんか結構高回転の方のスケギン迫撃ですね。なんかそういろんな方があるんですよ、これも。いやー、厄介だねー、これ絶対にスケギンやん。いや、エリジェイでいっか。エリジェイで耐えて、下来たらスケブかなんかで拾うかな。そう、ファイブウッドだから、まあ、言ったらバレルに対してウッドで、まあ、ミラーバレルに対してファイブがあるわけですよ。いや、めっちゃうまいウッドだな、それ。いや、この人はうまいっすよ。で、まあ、コウモリ。まあ、どうだろうな。ミラーエリジェイ、ブッパーっすね。今回、ゴブリンバレルは刺さんないので、まあ、そうやってね、エレジャイ野郎でいきましょうか。いやー、これもめんどくさい。さあ、耐えて耐えて、いや、いいよ、よいしょ、痛ぇ、ちょっと痛いけど、いや、からのっすね、これさ。いや、端前でもよかった気がするんですけど、いや、ここで決するのがね、やっぱ大事っすよ。結局2周目じゃないとエレジャイやっぱ通んないんで。さあ、ケツから出してガチ耐えです。うん、で、スケブ一瞬目、そうっすね、やっぱウッドでしょ、熱い、結構でかいぞ。いやー、コウモリか。いや、うめえな、迫撃とか延命されてんのがちょっと嫌ですね僕。
さあ逆男の許容なんだけど、男好きだ。やばい、ちょいよーい。よし、止めます。いや、さすがにこれですよ、ガチでやばいやつ。ガチ中央案件。さあ、ウッドが回る。もうちょっと真剣に戦ってたらワンチャン勝ったんじゃないか。いやー、拾うけど入ってく。いや、もんでない。手前でこれ多分スケベで守ってくるプラン。1周目だから。はい、ゴリゴリウッド使ってくる。いや、これ超弱いってマジ。これしんどいっすね、ほんとに。ティガーは吹き矢で、コウモリはハイスピー。こうなってくるとちゃっちゃエリジャイ端前出しちゃえばよかったっていう。いや、これワンチャン突破できるんだよな、エリジャイが。おっ、煽り芝生が来てる。やばい、最悪。ちょっと待って、煽ってくるやつ許さん。煽ってくるやつはマジで許しません。拾ってるけどきつい。まあこんなのもありますよね。下げました。たまに来る煽りきっ。まあ10の1なんでね。あと2連勝で12です。相手何のバッジもついてなかったな。いやー、マジね、このデッキ攻め A が2つあるんですけど、まあ、今みたいに両方刺さんない時がめっちゃきついですね。なんでバレルミラーをするのか、エリジャイミラーをするのか、もうなんか端前吹き矢とかで稼ぐのか、あとは序盤の間にね、相手が吐き火を使いましたって時に、もう本当に何だろうな、序盤から結構雑なプレーというかね、攻めたプレーをして大ダメージ稼いで最後逃げ切るみたいなのもやっぱ必要になってくるんで、もう序盤からね、吐き気とか使った瞬間にね、ゴリゴリいってもよかったっす、ね、さあここはもうこれエリジャイで宝石ここなくなるんで、さあやっとこれさ、お互い様だと思うんですよね。お互い止まんないプランじゃないと良くないんで。ウッド？だってラバリーウッドなんだけど、今日はなんかサプライズデッキ多いな。みんなパーティーしてる。しかもウッド使ったんでこうバレルで攻めて、しかも13バレルバカ刺さるっすよこれ。いやー、これラバのコストはね、いやー、おマイティータイムか、まさかの。いやー、これマイティーね、すげえ掘るんすよね。いてー、すごいですね。ラバにウッドだし、ラバボーラースキャラだし、今日なんか奇抜なデッキオームですね。さあ、これ相手ウッドだったんでどうしようかな、まあ、言うて施設が墓石か、これ墓石しかないでしょ。真ん中エリジャイスキブさ、まあスキドラゲーだな、俺は。多分これもう無視した方がいいっすね。うん。ウッド咲いたら、ゴブリンブレ、ゴブリンブレ、来た、ゴブリンブレ見ろ。え、これ勝ったっしょ。絶対止まんねえよ、普通は。いやー、止まんのか。いや、これせめて、コスト使わせて、この間にフキアとファイスクでラボボコボコにしたい。D が来るかな。いや、これファイスク熱いね。あ、ファイブウッドラバ。いやー、特殊だな。さあ。これはエリジャイスケベスですね、もう一回。この戦術がめっちゃ強いんですよ、これ。相手ウッド持ってても、いや、どこにウッド打ったらいいか分かんないってことになるんで。よし、ハミスケが、いやー、止まんないですよね。よし、OK。いやー、マジで、これはね、エリジャイ枯渇のね、つまみが出ましたね。まあ、どんなデッキでも、やっぱね、なんだろうな、エリジャイにしてもいい気がするんですよね。そこがソロナイトとか戦うからなるんで、まあ、他なんなんだろうって感じですけども、まあパッと見思いつくのはなんだろうね、迫撃とかのね、バルキリーとかエリシャイにするとか、まあ守れるならですけどね。そう、守れるならまあホグのね 2.5 のアイゴレエリシャイにしちゃうとか、まあなしではないよねっていう話ですよね、ぶっちゃけ。
さあバルーン来ないでと祈りながら、これ何だいってんの、あーホグです。さあここはスケブが活躍してくれます。いてー、まあしゃーなし、バルキリーマス峡谷行くってことは相手は施設がまあ基本的に大砲かな、大砲入ってるんで大砲がちょっときつめかな、大砲がきつめですけども、まあウッド持ってると思うので、まあ前か後ろ、タルババは横ですね、はい、右か左かにずらしてあげると刺さりやすいですね。これもクエイクウッドなんで入るでしょ。さあいいよ、いや強い。でこっからどうしようかな、エレジーのパターンもあれば、あーこれクエイクルですね、うん、よいしょ。まあこれはしゃーなしかな、まあ大砲もちょっと若ければ間に合ったんですけど、下げももうちょっと間に合わないんでね。さあエレジャイからの施設大砲だと思うんですけどね、使ってくれたらもうエレジャイいいっすね。もう10コスぐらいまで待ちますね。そうすぐ行っても結局大砲釣られちゃうんで、いやー出てこねえかな。さあボムタワー、まあここは一回ケツでいいですね。うん、鹿島行ってもボムタワー釣られるんでね、ケツから行くと超多分渡るときに壊れて、無理やりねボムタワー使わせられて、そしたらまたエレジャイ通せるみたいなサイクルっす。痛いがしゃあなしからの、いやー男の教養来るかなこれ。いやーちょっといい流れだけどな、これめっちゃ高めだねスケブ。いやーやばいかなこれ、横行って、いやーガンムシエリジェだったかなこれ。待ってよ、使う、うわーやばい、うわーめっちゃ息をそれてる、うわ待ってこれ今ガンムシエリジェだったな絶対。あーちょいよガチで強いっすね、これ。うわー、バルキリーマスキボムホグ。これはね、最後、右側1本捨てる勇気がいりましたね。ああ、もう。だ負けると多分基本的に殴られるっすね。うん。基本的に。あ、すごい。ゴリラじゃん。まあ、しょうがないですね。いやー、まあ、最後勝てば、結局ね、最後勝てば何でもいいですから。はい。こう勝ちましょう。さあ、来た。パンケーキ、パンケーキ、うん、プイン。さあ、湧いてきた YouTuber 対決ですね。YouTuber 対決も負けたらダメですよ、そんなんもう。俺も YT 書きます、負けたら。名前に。さあ、あー、やばいです、これちなみに。相手、ボーラーバルーンフリーズなんで。まあ、大砲大砲で、しょっぱなバルーン近距離できると熱いですけど、そんな都合よくもいかないんで、いや都合よくいきそうだな、ちょっと待って。さあ大砲大砲でいやーこれしかもターゲット逆ボーラーいってんだ、結構熱いなこれ。いやめっちゃ熱い。さあ近畿道、そんな都合よくいけることある？いやガチでかいっすよ、だって太鼓吹き矢しかいないんでバルーン無理っすもん。いやキング起動できたのは結構世界変わって、しかも今回の相手がライドラなんで、まあインドラよりはエリジー君がね生きてくれる。いやこのエリジー、えインドラって言うの、待ってベビドラいなかったっけ、ベビドラいた気がしたんだけど、いやでもこれ結構熱くて、一旦おあいつさミスってね、ミスってミスってミスってるこいつ、ミスってミスってる、頑張れ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 、いやもうちょっと頑張ってほしい。いやこれ勝てば12、さすがに変なことしてくんだよ。フリーズは怖い、フリーズ怖い、パッキン怖い。いや俺左サイド攻めたいんですよね、相手と同じサイド嫌なんで。あとウッド20回ぐらいで倒れます、ちなみにウッドのダメージ減っちゃったからな。さあまあこれはね1個捨てる覚悟がいるっすね、さっきの反省で。そうっすね、これインドラ多分絶対塞いでくれると思うんで、
かぶります。インドラいきます。チュッ、やばい、インドラかぶんないのガチハゲ。ウォータもリセットしてる。え、しかもさ、タルマが使ったよ。あー、でもインド強っ。ちょっと待ってよ、いや結構やばいな。いや、めっちゃいいファイスピ。え、待って、俺これさ、釣れない。うわ、やばい。うわ、待って、やばい。あ、下手くそしてる。ちょっと待って、1本、1本。お、頼む、頼む。あ、危ない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 。追いついた、追いついた、追いついた、追いついたけどちょっと怖い、やばい。あぶねえ、ガチハゲ、ガチハゲ。あんな、うわ、マジでやばい。どうしよう、これガチで助けてほしい、誰か。えぐいって、そのケツ、ボール入って、入ってこねえか。お、結構きついんじゃねえそれ、相手。あー、いい防衛。俺です、きついの。いや、延命が、うわー、なんで。あ、やばい、渋みタワー、にゃっ。いや、耐えた耐えた耐えた、ガチ耐えた、ガチ耐えた、ガチ耐えた。こっち、それはヤンキーだったんじゃないか、バルーン。え、トレフリーズ落ちないでしょ。え、落ちないよね、落ちないんだよ。じゃじゃーん、来ました。俺の勝ちです、これ。ハエデの完全なる計算ミスによりナイスパンケーキ。さあ、LJ5 月でめちゃめちゃギリギリのね、12勝でした。はい、ということで皆さんもぜひね、ちょよーい、マジかよって、クララ負けた時にね、使ってみてください。では、お疲れ様でした。また。